皆さんはこんばんにちは、どうも、ヒトポンです。今回はちょっとしたお知らせをしに来たよ。そっちの世界のヒトポンの生放送を見てる人の一部の人はもしかしたら知ってるかもしれないけど、今日は冬休み企画でオーバーウォッチのカスタムゲームをするらしいんだよね。企画をやる時間はクリスマス。要するに25日の夜8時半だよ。急に企画動画出したから人数揃わないかもしれないけどな。まあそこは俺には関係ない式にすることはないけどね。正直最近一緒にやる人が同じとか言ってたから初めての人もたくさん来てほしいかな。とりあえずこっちのメンバーを紹介しようか。俺は視聴者の味方だからね。これで戦略とか練れるんじゃない？そんな時間があればの話だけどな。まずはヒトポンだね。戦績はこんな感じ。ヒーラーをメインで使ってる感じだね。最近はロードホックにハマってるからもしかしたら使うかもしれないかな。そして次はシハさんだね。見ればわかると思うけどラインハルト使いだね。でも最近ヒーラーに目覚めたって話を聞いたな。実際のところどうなんだろうな。次はアルファさんだね。戦績を見る限りオフェンスメインで火力のあるキャラの使用頻度が高そうだね。その中でもジャンクラットが金武器だから防衛ではジャンクラットとか使ってくるのかな。次はナタさんだね。正直一番何を使ってくるかわかりにくい戦績だね。オフェンス、ディフェンス、タンク、サポートすべてが上位にあるからな。おそらく味方の編成に合わせて変えるんじゃないかな。次はゆっくり変えるさんだね。戦績を見る限りではタンク以外を使うのかな。その中でも上位4つのキャラを使うと考えていいかもね。そして最後の一人なんだけど、それが全くわからないんだよね。全くの謎。ゆっくり変えるさんのフレンドらしいから能力を使って調べてみようとも思ったんだけど、ゆっくり変えるさんと一緒にできることが少なかったせいで全く情報がないんだよね。まあそこはお楽しみということで、とりあえず宣伝はこんなもんかな。みんなも参加して楽しんでくれよ。実況者チームが負けたら罰ゲームもあるとか聞いたし、ルーレットも準備してあるみたいだけど何か面白そうな罰ゲームとかないかな。ここだけの話コメントに罰ゲーム書いたらルーレットに細工して入れとくからさ、俺も生放送見て楽しみたいからね、面白い罰ゲームとか待ってるよ。この動画のコメントは俺に届くようになってるからあいつに知られる心配はないからな、面白いことになりそうだぜ。それじゃまた別の動画で会おうな、バイバイ。